人生お金が全てではないという言葉に対してどのように考えますか？全てじゃないと思うね。ただやっぱりそれがなくしては生きていけないので、どうやってお金を稼ぐかっていうのはすごく大事なことなんだけれど、もっと大事なのはどうやって使うかということ。何に使うか、これに最もその人が出る。ある時までは誰かにおごってもらったりご馳走してもらったりすることが嬉しかったりする、ラッキーと思ったりするんだけど、でもある時からその反対の立場になる方が当然まあ気持ちよくなってきて、自分じゃなくて人が喜んでもらうためにお金を使うことができたらすごくハッピーになると思うんだよね。だからそんな風になりたいと思っているんですけど、なかなかできないですよ、うん。でもそういう綺麗なお金の使い方ができる人に、まあ、みんなもなってほしいし、まあ、僕もそうでありたいというふうに思っている。お金によって人生が狂ってしまう人を見ていると、まあ、全てじゃないのは明らか。